金吉こと金吉かな子です。今回はですね、私の夜ご飯の風景を見ていただきたいんですけれども、まあもともと料理はコロナの自粛期間の間で結構するようになったんですけど、ハマっちゃっていろいろ作ってるんですけど、作るって言ってもねがっつり料理はできないんですけど、例えばコンビニに売ってるものプラスなんか自分でちょっとだけ味付け加えたりとか、ちょっと味変したりとかっていうことをすることが私は多いので、この動画を通して皆さんに見ていただきたいなと思って、今回はキッチンからお送りしてます。ちなみに今日はですね、昼間は打ち合わせがあって、そっから夕方じゃんネイルに行ってきたんですよ。じゃあ早速なんですけれども、今回は、まあ、最近ねだんだん冬に近づいてきて寒くなったじゃないですか。だからローソンから出ている7品目のごま豆乳鍋っていうものがあるんですけど、これ美味しそうやなと思って買ってきました。このお鍋だけやったらお腹が膨らまないので、同じくローソンの冷凍食品さぬきうどんを買ってきました。今回はこの2つで7品目のごま豆乳鍋うどんを作りたいと思います。もうほんまにいつもの夜ご飯の感じで作りますね。このうどんはね電子レンジでチンできるみたいなので、まあ、これは電子レンジに任せたいと思います。まずはお鍋に豆乳鍋を入れます。まあ、電子レンジでチンしてもいいんですけど、うどんにかけるんやったらもうちょっとだけ味濃くした方がいいかなと思ったので、ちょっとだけ味足していきたいと思います。私ね味足しがちなんですよね、ほんま。あ、思ったよりお鍋の具あるわ。ちなみに人参、白菜、お豆腐、もやし、まあ7品入ってるとしましょう。これをとにかく温めます。ちょっとねあんまり汁気がないからスープっぽくしたいので、ちょっと水足して味付けし直します。もう全部私目分量です。だから味見しつつって感じですね。多分ね私の予想は白だしと醤油でなんとかなる気がする。白だしちょっとだけ、醤油も2周ぐらいかな。1、2。あ、でも豆乳やからちょっとね醤油入れたことによって茶色くなるけど、まあ私はそっちの方が好きやから。味の素入れよう。味の素は量を間違っても失敗しないってなんかに書いてました。あ、豆乳鍋買ってきたのに全然豆乳の色にならんかったわ、醤油入れたことによって。まあいいか。そうや、豆乳買ってたの忘れてました。豆乳ちょっと入れよう。ほんまねいつも私の料理って困難なんですよ。もう行き当たりばったり感ですよ。うんうん、美味しい。お鍋をちょっと火にかけてる間にこのうどん一玉チンします。600ワットで3分半。あ、このままチンしていいらしいです。 OK。 美味しそう。具沢山思ったより。うどんチンできました。このうどんをお皿に入れます。さっきのこの豆乳スープを上からかけるだけですね。ちょうど良かったスープの量で。これで終わらないんですよ。これに上からブラックペッパーかけます。ブラックペッパーマジで私大好きなんですよ。ガリガリします。完成。ローソンで買った豆乳鍋うどんです。はあ、お腹すいた。早速食べたいと思うんですけれども、もう見えてある通りいつもみたいにお酒飲ませていただきます。いちこの緑茶割りです。このね100均で買ったねこのステンレスのコップめっちゃいい。やっぱステンレスって汗かかないからいいですよね。あー、お腹すいた。今日もよく頑張りました。では皆さん今日も一日お疲れ様でした。ケーピー冷めるおいしい。おいしいはず。作ったことないけど。うん、おいしい。やっぱブラックペッパーがいい仕事してるわ。めっちゃ簡単。ほんま収容時間10分もいらないですからね。おいしすぎ。もうお鍋を温めてる間にうどんもチンしとけばいいし、ほんまに簡単。一人暮らしの方はね自分のご飯にそんなに時間かけたくないじゃないですか。うん。
あったまる、あったまるとか言ってるけど今日めっちゃ暖かかったんですよ。暑かったぐらい日中。ローソンのさぬきうどんちゃんとコシもあっていい感じ。初めて買ったけど、いつもねカトキチなんですよ私うどん。やっぱ冷蔵庫でチンするとこう茹ですぎる心配がなかったりとか、こうやって例えばお鍋におうどん入れたりとかするときって結構茹ですぎちゃったりするじゃないですか。そんな心配もないからやっぱ電子レンジっていいですね今更ながら。最近ね、この高いね、机とね、椅子買ったんですよ。ずっとね、低いところで生活してたんでね、やっぱ地べたに座るって楽やけど、何時間も座ってるとしんどいですね。で思ったよりね、これ、机低くって、椅子高くって、びっくりしてる。ネットショッピングあるあるですね、これ。いけるわ。もうちょっとブラックペッパー入れてもいいぐらい。ブラックペッパーってね、粉のやつ売ってるけど、結局あのガリガリするやつがね一番使いやすいと思う。あーめっちゃ美味しい。これちょっとまたやろう。健康やん、夜におうどん食べて。ごちそうさまでした。あー美味しかった。めちゃめちゃ簡単なので、お昼でもいいし、ちょっと小腹空いた時とか、そんなに料理する時間ないねんなっていう時に、ぜひ皆さんやってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。